ヤンシー・ホセ・ブラゾバンは、ドミニカ共和国、サント・ドミンゴ出身の元プロ野球選手。ファーストネームは、イエンシーとも表記される。1997年7月10日に、外野手として、ニューヨーク・ヤンキースと契約を結んだ。2003年に、投手へ転向した。2003年12月13日に、ケビン・ブラウンとのトレードで、ジェフ・ウィーバーらと共にロサンゼルス・ドジャースへ移籍。 2004年は A 級ジャクソンビルで開幕を迎え、トリプル A 級ラスベガスを経て8月5日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビュー。31試合に登板し6勝2敗、防御率2.48、ホイップ1.22の成績を残し、ポストシーズンのロースターにも登録された。2005年はトミー・ジョン手術を受けたエリック・ガニエに代わりクローザーも務めたが、 74試合の登板で4勝10敗21セーブ、防御率5.33、ホイップ1.40の成績を喫する。2006年4月14日に、肘の人体損傷が発覚し、トミー・ジョン手術を受ける。2007年5月23日の、ミルウォーキー・ブルワーズ戦で復帰を果たすが、4試合に、登板後、右肩痛が発覚しない鏡手術を受け、シーズンを終える。 2008年は5月にメジャーで2試合に登板するも A 級ジャクソンビルとトリプル a 級ラスベガスでシーズンの大半を過ごす。シーズン終了後にノンテンダー FA となりドジャースとマイナー契約を結ぶ。2009年はスプリングトレーニングに招待選手として参加したが3月19日に解雇される。2010年はメキシカンリーグのミナティトランオイラーズと メキシコシティレットレビルズでプレーした。2010年8月15日にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。参加、トリプル a のバッファロー・バイソンズで10試合に登板した。2010年12月16日にはテキサス・レンジャーズとマイナー契約を結んだ。2011年6月2日に解雇された。2011年アリゾナ・ダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。 29日のクリーブランド・インディアンス戦で3年ぶりにメジャーに復帰。6試合に登板したが、7月20日に40人枠から外れマイナーに降格した。2011年7月30日に福岡ソフトバンクホークスへ入団した。同年のシーズン終了までの在籍となったが、リリーフのみ15試合の登板で防御率0.56の好成績を残し、 チームの2年連続リーグ優勝と8年ぶりの日本一に貢献した。2012年はメキシカンリーグのラグナカウボーイズとベラクルスレッドイーグルスでプレーした。2013年は所属球団がなかった。2014年はアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュに所属するも1試合の登板で対談した。その後アメリカンアソシエーションのグランドプレリーエアーホグスに 入団するも5試合の出場で退団した。メジャーでの通算よ支球率4.39と、請球力には欠けるものの、かつては荒れ玉ながら、最速99マイルパワーの速球とスライダーを、武器としていた。故障以後は、平均球速93マイルパワーの速球と、スライダー、チェンジアップで投球を組み立てるようになった。福岡ソフトバンクホークス入団時の、 球団発表では、平均時速 150km の9位あるストレートに、打者の手元で鋭く曲がるキレの良いスライダーとの、コンビネーションで打者を打ち取るリリーフ経験豊富な、パワーピッチャー。とコメントされた。ありがとうございます。